7番クールに決めるぜ西川貴信、登場してまいりました。香川が誇るゴール下の守護神12番アンガス・ブラント、3で作り出す B1 への道しるべ15番谷口博樹。そうですね、あと、まあ、リバウンドは取れてますので、はい、あとはあのセカンドチャンスでしっかり決めることですよね。はい、さあウソベリーが中切り込んでシュート。香川はどうか、中簡単には攻められない。ブラントがボールを持ってカットインを見せた谷口。いやよく決めましたね、はいはい、相手のスペースをしっかり見てましたね。今ボールを回していくことですね。まずはここで徳川がボールを奪った。そしてエリスが一気にインサイド。ああいいですね、はい、やはりこういうあのスチールからの得点というのは佐賀の持ち味でもあるので、はい、バイパスムールのピックを使ってコーナーに振る。しっかり飯田がマッチアップ。ガルシャ難しい体勢をしようとセットカウント。怖いですねここから。さあ一進一退の攻防、1点差です。わずか1点差。谷口のボール流れた、ファールない。隅田が走る正面一気、ここで差がリード。いいディフェンスだ。しっかりと空いているところを見つけて得点に結びつけていきたい。菊間ファインサイド、ブラントに預けて華麗なステップワーク。さあこのファイパスモールとのマッチアップ、ダブルチームに行くのか佐賀。ここはどうだ、ワンオンワンでいった。ブラント押し切って押し切ってフックショット、入ったバスケットカウント。ここはやはりゴール下の強さ、アンガス・ブラント。入った徳川、香川、阿部が入っている。岸田のこのジャンパー決めます。いやよく決めましたね、はい、本当今日あのシュート勝ちいいですね、はい、早めに谷口がゴール下通過。ウッドベリー、ここはジャンプショット、逆転。児玉からブラント、児玉に預けてブラントの壁を使う。スリーポイントシュート、同点。これがキャプテン、スティッチ、ブラントに送る。ウッドベリーゴールしちゃったが、ここはワンオンワン。ブラント体ひるがえしてゴールした。うまいですね、はい、岸田外から狙うか、ここは中、いや外に振って西川だ。ここで決めた西川。佐賀としてはこのオフェンスを止めて、そこを振り切ってウッドベリー。いやー勝負強いな本当に。最後のシュート、エリスのシュート、惜しいシュートでしたが、ここでブザーが鳴りました。94対90、香川ファイブアナス、まずは1勝。